白ハヤブサの像。ってことはここは間違いない、グランセルの南街区だ。よかった戻ってこられたんだ。なんやリース、鳩が豆鉄砲食らったような顔して。うん、一つ聞きたいんだけど、グランセル市の門というのはあんな不気味な雰囲気なの？え？なんだあれは。どうしてグランセルが、オートがこんなことに。さすがにこれは予想外やったな。俺らがあっちにおった間に何かあったのか、それとも影の国の影響がこちら側にも及んだのか。ケビン神父、リース殿、すまないが私はグランセル城に行ってみる。市民たちもそうだが、陛下や殿下の身が心配だ。それやったら俺らも付き合いますわ。いくらユリアさんでも一人で行動するにはあまりにも危険ですやろ。だが焦りは禁物です。このような異常事態にこそ冷静に行動すべきかと。わかった、君たちの言う通りだ。よし、それじゃあ市街の様子を調べながら一旦城を目指すとしよう。相当手強そうなんがうろついているみたいやから気を引き締めていこうか。了解。
真の実力や。 しまいにしようか。 汝、長業をこよなく愛する娘、我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。誰もいませんね。
ひょっとしたらという期待もあったんだが、こんな時遊撃士の協力があればどれだけ心強かったことか。私通信機を調べてみます。他の支部に連絡ができるかもしれませんし。あ、よろしく頼むわ。ダメです。通信機は動いてるんですけど、どこにも通じなくて。レイストン要塞の司令部などはどうだろう。そうか。他の場所にかけてもおそらく結果は同じでしょうね。残念やけど、俺たちだけで何とかするしかなさそうや。何時、銀髪の華麗なる踊り子、我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。
もうしまいにしようか。女神を感謝いたします。もうしまいにしようか。これが真の実力や。もうしまいにしようか。
女神を感謝いたします。汝王宮の守り刀、皇室に辞する剛健と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。汝王宮の守り刀、皇室に辞する剛健と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。しまいにしようか。
これは魔法の紋章。どうやら霊的な力で封印されているようですね。力ずくで突破するのは難しいかもしれません。ああ、そのような雰囲気だな。やはり何かをしないとこの封印は解けないのか。その可能性は高いですやろ。どうします？他を回ってもええですか？ああ、今は陛下たちの無事を女神に祈るしかなさそうだ。一旦市街の探索に戻ろう。了解ですわ。とにかく行ける場所は一通り回ってみるとしますか。女神よ、感謝。
いきなりかい！我が右手にありし星の杯を天より授かりし輝きを持って我らが盾となる。グラールスフィア！もうしまいにしようか。行くぞ。行くぞ。やっはっ。女神のご加護。行くぞ。女神を感謝いたします。
それはもしかして。ええ、大尉が入っていたのもこれと同じような石でした。やはりどなたかが中に封じられているのでしょう。帝国大使館にあったっていうことは、あ、でもヨシアお兄ちゃんもエレボニアの生まれだったし、出てくるんでしょうか。ま、そいつはこれを解放してみればわかるやろ。とりあえず頃合いを見て拠点に戻るとしようか。こんな風に解放されたのか。
まさか。く、閃光弾か。下がれオリビエ。おそらく狙いはな。少佐、あなたでしたか。大尉、なぜあなたがここに。ん、ここは一体。オリビエのやつはどこに消えたんだ。なるほど、オリバルト王子も一緒だったみたいですな。私の方から一通り事情を説明しましょう。不明な点があれば何なりと聞いてみてください。なるほど、そんなことがあったのか。正直あまりに唐突すぎて実感が湧いてこないのだが。無理もありません。私もいい加減頭が固いので、未だ半信半疑といった気分です。なんの、頭が固いのは自分も同じさ。しかし話を聞いていると、ほうけている場合でもなさそうだ。あのお調子者の安否も気になるし、自分も探索に協力させてもらおう。おおきに、助かりますわ。ところで、オリバルト王子と一緒にいたみたいですけど、少佐が光に包まれたのはどういった状況やったんですか。ああ、自分たちは視察のためパルム市を訪れていたんだ。夜、ホテルの部屋に戻ったところで、突然周囲が白くなっていった。あいつもその場にいたから、同じく巻き込まれたかもしれん。パルム市って、確かエレボニアで一番南にある町でしたよね。ああ、リベールとの国境に一番近い町になるかな。あの、先ほどから話に出ているオリバルト王子というのは。ああ、例によって冬都市に一緒に乗り込んだメンツの一人や。王子とか言ってるけど、めっちゃノリのいい楽しい人やで。あれを楽しいというのはいささか語弊があると思うがな。面白がって事態をかき回し、周りの人間を疲れさせる手合いだ。ご謙遜を。帰国されてからの王子のご活躍、リベールでも耳にしていますよ。何でも帝国の社交界の新たな寵児と噂されているとか。猫かぶりが続いているうちはなんとかなっているようだが、本性を暴露されたらどのように噂されることやら。調査も大変ですな。なや、どうした。ううん、なんでも。しかしどうやら皆さんはお互いに面識が終わりのご様子。白い光に巻き込まれたのはそのあたりが条件になっている気がします。なるほど、言われてみればそうやな。正確に言うと、その封印石とやらに封じ込まれた人物の条件だ。聞けばアルセイユに加え、グランセルの死骸も妙なことになっているそうだが、クルーや住民を封じた石はまだ見つかっていないのだろう。ええ、その通りです。確かに
これも何かのルールかもしれませんね。いずれにせよこのまま探索を続けましょう。当面は王都に何があったのか解き明かす必要がありますし。ああそうだな。よければ自分も同行させてもらいたい。この異常事態、まずは身をもって把握しておきたいからな。ティータさんは庭園の留守番をよろしくお願いします。ただ何かあった場合は無茶はしないでください。わかりました。今のはケビン、もしかして。ああまたみたいやな。違法者よ。宝石を手にする者よ。女の人の声。何者だ。それがさっぱりわからへんのですわ。どうもこちらの声が聞こえてへんみたいで。どうやら順調に力を集めているようですね。今一度宝石の力を解放しましょう。他の者の力はあまりに強力です。あなた方の絆が光となりますように。どうやら予想以上に常識の通じない事態だったようだ。だが今の声からは悪意は感じられなかったな。ええ、少なくとも黒騎士のような敵ではないと思います。もっとも正体が不明である以上完全には信用できませんが。ま、それでも宝石にいろいろと機能が追加されたみたいや。まずはいろいろ試してみるとしよう。
Thank you.